皆さんこんにちは。なんとあのリサさんが、H すぎて、ニュースになっておりました。その見出しは、リサのセリフはまるで薄い本、原神の仲間 HP 低下ボイスにノックアウトされる人が続出。という見出しだったのえ。どんなボイスなのか確認してみましょう。ちなみに、音を大きくしすぎて制限かかっても嫌なので、音が小さいと感じたら各自、リサのボイスを聞いてみてください。あら、手袋が破けちゃったわ。我慢は良くないわよ。お姉さんが手伝ってあげようか。我慢は良くないわよ。お姉さんが手伝ってあげようか。外に出ると疲れちゃう。油断しちゃったみたいね。やっぱり外に出るべきじゃなかったわね。なるほど、これは確かにニュースになりそうだな。個人的に崖登りがあれだと思うんですが、まさかこっちでニュースになるとはね。出かけるの？皆さん的にはどうですか？よかったら教えてね。以上、ご視聴ありがとうございました。さようなら。